次長課長の甲本さんが35歳の時に膵臓の病気で治療のため入院をしていた時に、島田紳助さんがサプライズでお見舞いに来てくれた時の話。入院中の甲本さんは絶飲絶食の辛い入院生活をしていました。そんなある日、寝ていた甲本さんのベッドが突然動き出しました。いつもは声かけの後に起き上がるはずのベッドが直角になり、目を開けると目の前には島田さんが、おい甲本元気かとサプライズでお見舞いに来てくれたそうです。それから朝の9時から2時間半甲本さんに向け、一人行列のできる法律相談所をして楽しませてくれました。甲本さんは一番 VIP 席でずっと笑ってと当時のことを楽しそうに説明。島田さんが帰り際に、おもろい環境に戻りたいやろ、こっちに戻らなあかんでとさらに励ましてくれたそうです。